はい、できました。鶏の塩焼き炒め、これ子供のリクエスト。で、コロッケ、これメリーコロッケ、1個200円の可愛いのコロッケ。で、あれ、白子。鮭の白子のバター焼き。で、お味噌汁はね、卵を入れた明日の青さのお味噌汁です。以上で食べましょう。では、いただきます。なんか、シュードコ？限定のバーガーとかで。シュードコ行った？ちょっとあれ選べ。追加されるの？塩。塩。で、ちょうだい。ありがとう。コロッケに合うで、辛子。コロッケに辛子に塩かけて。オリーブオイル。まだ飲むとかやけど、まだでも我慢できんぐらい、もう我慢できんぐらいになってから飲むからやねんけど、我慢できんぐらい、今日久々にずっと具合が悪い。よいしょ、いただきます。うん、あ、完璧。でも元気出して食べよう。おいしい。動画撮ったかな、0時からマリオじゃん。1時か1時までマリオじゃん。4時間か。死ぬ今帰っていいよ。はい、おっとおっと下がってるやん。あってるやん。観客入ってるやん。バーチャルミートちゃん、ミートばあちゃんの状態、ばあちゃんがあったね。お腹空いた、今日は水ぐらい。これいいならへんで。腹減った、こんなんなるらしい。クラゲ？クラゲ。うん。メリークロッケ。かくって。うん。すごいな、なんか波と一緒やんな。これ自然界でやるってすごいな。自然界からもうよくてもいいな。もう常いや、うまい。ちょっとやで。コロッケにからしかけちょって強制化されて。うん。可愛いね。めっちゃ可愛い。別に猫じゃないけど、デブい犬の人だよ。デブ猫。うん。撃てんやん。なんていうか、もう、だるそうな、もうコテンって倒れる。うん。地面とかで。な、確かに美味しいからし、合うね。好きかもしれない。あ、あそこの？うん。なんていうの？
そう、比べたら美味しいけど、比べへんなら味わからへんバカにえ、怖いなこの今甘い。このコロッケ今甘ね。甘いな。甘いな。美味しかった。フチーナ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 。フチ？フチーナ。何がフチーナと？クワッタジュン。ああ。フチーナ。イタリアでも美味しいらしいね。あ？イタリアでも美味しいらしい。フチーナ？まあそうなの。今日はイタリアン料理できます。イタリアン料理や。コロッケだから9月17日で5分ですよ。クチーナ。美味しい。ボーノちゃうの？ボーノってなんかいいって言うんじゃないの？ボーノ美味しいで。でもイタリアンってすごいって言うんじゃないの？ボーノだったの。美味しいだけちゃうんだよ。ボーノっていいよって言うんじゃないの？うん。ボーノってるやろ。あれは子供がな、おいちいって言ってみると知らないで。そうだ、ね、うん、じゃあもう大人長くて棒のって恥ずかしいんだ。チーナって言うの長くチーナって言うけど、あれや棒のって言ってるやんか。あれはな、日本人に合わせて言ってくれてんの。わかる。子供扱いされるの。ヤミーなんて言わへんし、うん、ヤミーも、ヤミーもおいちいやんな。グって、グって、グって、グもうそれ、グってな、うん、よろしいです、うん、いいって言ってる、うん、いいって、子供用の教育やのさ、おっさんの名前高いんだよ、うん、わかる、うん、わかるわ、うん、ちょっと取ってどっか見といて、メリオって可愛いな、そう、どうぞ、メリオって可愛いな、なんか僕こんなこのセルフがいいんだよ、頑張ってんな、うん、立ち寄るしマイナンバー、うん、全然あかんなしな、いやな、だったらね、してもっていう感じじゃん、いや今でも強制になるらしいで、あ、なんで強制ってあかんのか、うん、いや強制するらしいで、なんか強制法律を変えたらできる法律、うん、やばいな、でも国から出るしかない、うん、出た方が強い、ちょっと待って、言ったら早すぎモナコ広告、現金なんか信じてダメですよ、で国なんて信じたらダメなんですよ、うん、国から出るしかないんだよ、うん、信じてダメですよ、うん、あれ強い、あらわめおかしくれた、うん、こんなおばあちゃんおらへんだった、うん、こんな口してるおばあちゃん、ふふ、けど歯ないおばあちゃんいない、うん、あれ、かきや、うん、いっ、うん、たぶんかわいいな、うん、6人は、かき、うん、こんな口したおばあちゃんおるって絶対、こんな顔したおばあちゃんおる、もう一回言おうかな、うん、話しかけた寿命なんだけど、植物に話しかけたら出かけたね、犬の話しかけたら誰の寿命が伸びるの、犬の隣のおばちゃん、ふっなんかお家長いけどねんけど、ダメエアコン消し忘れから隣のエアコンつける機械欲しくて、この次にさ、ポピュラーのさ、ベッドってさ、ハムスターか鳥やん、うん、ハムスターやな、
鳥じゃないの。ハムスター。文鳥ちゃう。文鳥も焼きたの。ハムスターはメインじゃん。インコやよ、文鳥よりか。うん、インコの普通のインコ。インコかハムスターって言ったら、ハムスター多すぎない。うん。だって、ハム太郎だもん。文鳥とかさ、インコの何言ってるの知らない。ハムスターそんないいんじゃない。僕はハム太郎は僕よりテレビでもやってる。やってるな。うん。ないやん。トンドコ鳥太郎とかもないやん。なんでこんなのすんの。すごすぎやん。めっちゃ不正でしょ。うますぎやん。赤ちゃんの顔。赤ちゃんとさ、犬って相性よく、うん、いいと思うよ。めっちゃの声ですよ。光もピュアに育てられるもんね。うん、動物に育てられたから国語力ないんか。ピュア、もっと叱るところに。サズメみたいに育てられるんか。光ピュアの檻の中、勝手に入って檻の中に拾ったりとか。檻の中入ってピュアと一緒に遊んでたりする。ワンちゃんに釣られて、ワンちゃんかじゃなくて、ワンちゃんに釣られて終わってきたりする。え、でもこっちの方が口開いてるよ、うん、犬が先やで、うん、こんなんはこうしてん、うん、絆が強いになるやん、飼い主が絆が強い、左あるやん、大きいもの、うん、右濡れ、右濡れ猫や、トイプードルとかあるよな、トイプードル可愛いよ、可愛いな、ぬいぐるみたい、何よ、めちゃ可愛い、こういったら大きいもの、トイプードル人気やもんな、トイプードルさ、毛全部刈りたくない、うん。やりにしたくない。ミニチュアダックスフリートが欲しい。めっちゃ可愛いよ。ミニチュアダックスフリートが欲しい。めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛い。可愛い。すごいな。どうぞ番組間違いないよ。はい、ということで食べ終わりました。ごちそうさまでした。長い間ちょっと今日は早く寝ます。いや明日の準備じゃない。これはお弁当の準備じゃない。いろいろじゃないことができるね。耐えねられんわ。0時からマリオのライブじゃんかね、うん、頑張るよ、YouTuber と、うん、いうことで、今日のあっちゃんの晩ご飯ちょっと具合悪いんやけど、まあ、なんとかなるでしょう。明日はロケ全力でいっています。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯、鶏の塩焼きと、白子のバター焼きで、買ってきたコロッケなると、お味噌汁、もちろんお味噌汁は確かに取ります。美味しかったです。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしく。メディアまたね。バイバイ。